北区は浜松市を構成する7つの行政区のうちの一つ。浜松市北部の稲佐地区を中心とした地域で、東部には宮古田テクノポリスなどの工場や研究所などがあり、北部は豊かな森林が広がる。浜松市三宝、原、宮古田、新都電地区と2005年合併前の旧稲佐郡山頂からなる。合併以前から稲佐地区は、 浜松のベッドタウン的な役割を果たしてきた。また新都電にある宮古田テクノポリスは先端技術の発信地として工業都市浜松の中枢をなす地域として発展している。明治期の町村制志向の時点では現在の三方原地区と三日日地区が敷地群、宮古田地区、細江地区、稲佐地区が稲佐群に所属していた。面積は天竜区に次いで2番目に、 大きな区である。南部は中区、西区、また東区と接し、住宅や工場などが多い地域だが、愛知県新城市と接する北部は豊かな森林地帯となっており、自然を多く残す区である。2010年に行われた国勢調査時点の北区の人口は9万4680人で、7つの行政区の中では5番目の人口である。近年、 新都電や細江町、中川など新興住宅地が発展している一方で、北部山林地帯の過疎化の波は食い止めきれていない。区役所は旧細江総合事務所に設置。集配等を行う郵便局のみを掲載する。南部の浜名湖と北部の山林地帯に恵まれ、観光名所も多い。2015年10月1日時点における帰宅民の平均年齢は次の通りである。 ありがとうございます。